天草の倉竹でお昼ごろ私とリクはテイクオフして、本流の風は北東でした。すぐトップアウトできて、その上からサポートしてくれたカールの姿が見えます。権限のパイロンの上に高く上げて大恵比寿に行って、リックと合流して東尾根の方へ渡りながら、高度がだんだん落ちてきて、三つ岩の東側から上げた。それから龍ヶ岳の方へ行った。龍ヶ岳から烏帽子岳、念珠岳、ワンライドで行った。少しだけに戻ったとき、また低くなった。少しずつ上げ直して、高度を十分上げて。仕事に行く時間になって、海を渡って北岳に戻りました。金底の旦那畑の景色はいつも感動します。サブランディングに降りようとして、一緒に同時に降りました。バッチリやったAll right. 発電パイロンやったやった